今回ですね、四骨湖の方に来ました。この四骨湖ですね、すごく水がきれいで、透明度の高い湖ということで知られています。深さはですね、一番深いところで約360メートルほどあるそうです。この水深なんですけれども、秋田県の田沢湖に次いでですね、2番目に日本国内では深い水深だということです。ちなみにですね、 秋田県の田沢湖は一番深いところで 423m あるそうですこの支骨湖ですね釣りで結構人気がありますチップですねヒメマスなんですけれどもヒメマスを釣りにですね来る方結構いますね一応ですねヒメマス釣る時期ですねあの釣りをしていい時期があるそうなので事前にですね調べてですね釣りに行くといいと思います ちなみにですねヒメマスは鮭なんですけれども普通のですね鮭の場合海に行ってまた川から戻ってくるという感じなんですけれどもヒメマスはですねこのままずーっとですね、あのー、海の方に行かないで湖などで、えー、生涯過ごす魚をヒメマスというということです味がですねすごく美味しいということでとても人気のある魚です 動画の右側の方にですね、大きな山見えると思うんですけれども、この山ですね、達前山とフップシダケになります。夏にはですね、こちらの山、登山でですね、結構たくさんの人登っていますね。というのも、ですね、この山から見えるですね、景色、とても素晴らしいです。支笏湖の綺麗な景色も見えますし、苫小牧側のですね、えー、海の景色も見えます。で、で天気がいいとですね、予定さんなんかも、 あの場所によっては見えますので、登山するときにですね、すごくいろんな景色が見えて楽しめます。あとですね、登山ですけれども、あのー、だいたいですね、駐車場から山頂まで行くのにですね、1時間ちょっとあればですね、行けるので、結構ですね、あの気軽に行って帰ってっていう感じでできるので、すごくですね、いい山です。とにかくですね、景色のすごくいい山ですので、自然が好きな方はですね、寄ってみると楽しめると思います。 はい、こちらがです、ね、レストランになっていますねこのような感じで、あのー、ありますので食事したりです,、ね、するときにぜひ利用してみてくださいこの写真の手前側にです、ね、駐車場がありますでメニューですね一部なんですけども揚げ芋芋もちフランクフルトさつま揚げソフトクリームフライドポテトです、ね、チキン唐揚げたこ焼きなどありますのでこういった軽食などもありますので寄ったらですね少し食べてみるのもいいと思います そしてレストランの入り口のところにですね、ちょっとメニューあったんですけどもチップ料理っていうふうにです、ね、書いてるボードのところに書いてるのがわかると思いますけれどもこれですねヒメマスですねヒメマスその他はラーメンとかカツカレーなんかもあるようですので魚が好きじゃない方はですね、そういった麺類とかですね、食べるといいかなと思いますはい、えー、今回ですね、ここで食事はしなかったんですけれどもちょっとですね、休憩するのにソフトクリームですね、食べました このソフトクリームがですねすごく濃厚で美味しかったのでおすすめですであとですねコーンの部分なんですけれども3種類ほど選べまして普通のノーマルタイプとあとワッフルタイプそしてですね、えー、今写真に出ているのがですねキャラメル味のコーンだと思ったんですけどもそういった感じで3種類選べてでこのキャラメルの方はですねあのサクサクとした食感でワッフルの方はですね香ばしくてちょっと硬い感じでノーマルはあのよく食べるような感じのコーンのですねものになります そしてですね、ソフトクリーム購入できるので,で、すね、この写真のですね、建物角のちょっと奥の方で買えるんですけれども、ここでですね、ソフトクリームを購入して、であと椅子とテーブルがですね、このような感じであの並べてありますので、ここでですね、綺麗な景色を見ながらですね、食べるととても美味しいんじゃないかなと思います。椅子に座るとですね、このような感じですごく綺麗な景色がですね、見えます。湖の景色がすごくよくて、特にですね、空が青くですね、晴れている日はですね、 すすごく気持ちよさそうですね夏の暑い日にですねソフトクリームなんか食べてちょっとですね休憩してまたあのドライブなんかに行くといいですねメニューはいくつかですねありますけれどもセットものと天丼とかですねチラシ丼生チラシ丼とか この辺りの山だと、樽前山とふっふ市だけと、あとです、ね、ちょっと方角は違いますけども、栄庭だけありますので、この辺で登山する方もですね、あの近くこの辺り通ったら、ですね、ここで休憩するのもですね、いいかなと思います。あと支笏湖ですね、もう1箇所、観光のですね、大きなポイントはありますけれども、そこの駐車場に停めると、ですね、あの,他のですね、食堂とかですね、温泉なんかもいろいろありますので、そちらの方でですね、美味しいものを食べたりするのもいいと思います。 シュークリームなんかもですね、すごく美味しいお店ありますので、四国湖のですね、その観光の場所ですね、そちらの方行って、シュークリームなんか食べてみるのもすごくおすすめです。はい、ちょっとですね、場所違うんですけれども、四国湖来る前にですね、少しですね、大滝村にあるきのこ王国の方ですね、寄りました。ちょっとトイレ休憩しようかなと思って、あの、隣にある道の駅寄ろうと思ったんですけども、今ですね、 あのコロナウイルスの影響で閉まってたようだったのでその時ですね、利用できなくてこのきのこ王国の方でちょっと休憩することにしましたこのキノコ王国ですね大きな建物の方ですねちょうど正面玄関入るとレストランありましてそこでですね、きのこ汁だったり美味しいですねきのこを使った料理ですね販売してますのでそこでですね食事も取れますあとレストランの横にはですねいろんなあのものが販売されてまして特にですねおす,すめはですねここで売っているなめたけおすすめです いろんな味付けありまして味噌だったりえノーマルタイプだったりですねあの唐辛子入ってるやつとかあとニンニク入ってたり辛いものからですねあのいろんな味付けのものありますのでご飯のお供にすごくあのおいしいなめたけですのでぜひですね食べてみてください今回私はですねちょっと寄ってないの,あのお店の方はですね寄ってなかったので えー、分かんないんですけれども、以前はですねあの、試食なんかもですね、ちょっとずつできるようになっていたので試食してですね、試すこともできますただ今ちょっとこのウイルスの影響もあると思いますのでそういったことはですね、ちょっとできないかなと思いますけれども種類はですね、豊富にありましてあの美味しいものをたくさん売ってますのでぜひ購入してみてくださいあとはですね、野菜なんかあったりあの地域の,です、ね、なんかあのお土産品みたいなのとか お菓子類なんかもですね売ったりしているので、ここでですねちょっとお土産買っていくのもいいんじゃないかなと思います。そしてですねあの湧き水もここを汲むことができまして、大きい建物のですねちょっと奥の方に行くとですね湧き水をこう汲めるちょっとした場所がありますので、そちらの方にですねあの空いたペットボトルかなんかですね持って行って、えー、飲んでみると楽しめると思います。 あとは最後にですね、あのキノコ王国とはちょっと違うんですけれども、ここのですね、きノコ王国の道路を挟んで向かい側にですね、ジェラート屋さんもありますので、夏の暑い日なんかはですね、美味しくて甘いですね、ジェラートなんか食べて休憩するのもいいかなと思います。この辺ですね、ずーっと山の中走ってきますので、お店なんかはですね、少ないので休憩するときにですね、そういった冷たくてですね、甘いもので、一旦ですね、すっきりと休憩するのもいいと思いますので、ぜひですね、 夏の時なんかはですねも、もしお店がやっていたらジェラート食べて休憩するのもいいと思います。